はい、ということで、口から食べられなくなった場合の栄養投与経路と生命予後ですけども、縦軸が全身状態で横軸が、時間の経過を示しておりますけれども、口からのこう経口摂取のみですと、やっぱり時間の経過に伴って全身状態は低下していきますけれども、それに対してですね、経腸栄養を導入した場合というのは、やはりこう患者さんの予後を改善させるというふうに考えられています。でもですね、ちょっと遅れて、経腸栄養を導入した場合、まあ、胃ろうを増設した場合なんかというのは、最終的なこう到達点が低くなっちゃうというか、まあ、早期に導入した場合と比べて、どうしても改善度合いというものは少し落ちちゃうというような印象があるので、まあ、やっぱりやるからには早く胃ろうの検討なんかを行うのが重要だろうというふうに思います。ただこれは口で言うのは結構簡単なんですけど、実際この辺をしっかりやっていくのはなかなか難しい部分でもありますので、この経口摂取が減ってきた、それが長期に及びかどうかというものをしっかり判断をして、この矢印でお示ししたようなこの期間というものがすごく大事だというふうに思います。で、この間に何をしなきゃいけないかというふうなところですけど、治療方針をしっかり主治医と確認をして、あとはそもそも栄養を投与したことによって改善が得られるかどうかというものをしっかり検討して、患者さん及びその家族へのしっかり情報提供も踏まえて、この経口摂取量が減ってきたタイミングでこの3点もしくは4点ぐらいのところをしっかりこう話をしていくことがですね、すごく大事ですし、それがしっかりできるとスムーズに経腸栄養導入に運べるのかなというふうな感じもあるので、この辺がすごく大事だというふうに個人的には思っております。こちらにお示ししましたのは、経口摂取に難従して対照的な天気をたどった脳卒中の2症例についてなんですけども、左側がですね、67歳の女性の方で、こちらの方はだんだんこう経口摂取量が不足していってですね、まあ、それに伴って全身状態も悪くなりましたし、体重も減ったりとか、まあ、寝たきりになっちゃったみたいな、そんな感じなんですけれども、この方はかたくなに警備医官の導入も最初は検討したんですけど、提案をしたんですけども、かたくなに拒否をされたような患者さんでした。で、最終的にこの方っていうのは誤嚥性肺炎になっちゃって、血性腸炎も合わせて発症されて、急性期病院の方に最終的には転院されました。で、ここには示してませんけど、この方は最終的にその急性期病院の中で結構長いこと入院してたような感じだったらしいんですけども、まあ、最終的に胃ろうを増設されて施設に入所したみたいな、そんな方でした。で、一方でこっちの右側にお示しした患者さんは確かくも膜下出血の質問の方で、意識状態なんかもすごく悪くて、回復期に入院されて来られた当初からですね、ちょっとこれは経口摂取難しいかなというふうな印象が非常に強かった患者さんで、かなり早期に警備医官の挿入を提案をして、で、それが長期になるということが結構明確だったので、ペグの増設を提案したわけですけれども、胃ろうからですね、ペグからしっかり栄養が投与できて、で、それに伴って体重も増加して、青字で示したこのフィムの獲得具合もぐーっと改善してですね、まあ、最終的には通院歩行が可能で家に帰ったような患者さんなんですけども、経腸栄養と経口摂取を併用していきながら、まあ、最終的にはペグから3食経口摂取、しかも常食を摂取して退院に至ることができた一人でした。ではまたちょっと別の一例なんですけれども、食事場面にこう私と ST さんで介入した時にこんな方がいました。胃ろう増設を提案して胃ろう増設になって、まあ、胃ろうと経口摂取を併用していたような患者さんだったんですけども、まあ、私がですね、ペグから栄養が入って結構顔がふっくらしてきましたねなんて言いました。で、 ST さんが経腸栄養してから舌がこう熱くなってきたんですよねというふうなことを言ってました。あとはこう飲み込むまでの時間が早くなってきていて疲れにくくもなってます、食事を食べるスピードもすごく早くなってますみたいな、そういったやり取りがありました。まあ、この状況というのは栄養が確保されたことによって摂食への機能が改善傾向にあるというふうなことは推測できるかというふうに思います。で、まあ、いわゆる、まあ、食べるためのペグみたいな言葉もありますけれども、この症例というのはまさに食べるためのペグを実践できたような、まあ、そんな症例だったんじゃないかなというふうに感じております。ということで、次ですね、早期の経腸栄養はもちろん重要なんですけれども、それと合わせてもう一つ大変重要なことがあるんじゃないかというふうに思います。それはやっぱりペグ後の
血中エゴの生活を考えていくことだというふうに思っております。これもですね30回目のですね血中エゴの概要というのはニュートリションラボラトリーの中でもあったような項目なんですけど、まあ、私的にもこう気をつけていることは、まあ、血中エゴの導入を考えたりとかするときにですね、やはり何キロカロリー足りていないから血中エゴをしましょうというのは絶対に言わないようにしていますし、そういった発想自体をしないように気をつけております。というのも家族ですとか患者さんの意図をしっかり汲み取って、あとは QOL ですとか予後改善の可能性というものをしっかり考えて、胃ろうというものが本当にこうベストな選択かどうかというものを多職種でよくよくこう考えていくようなことがすごく大事だというふうに思っています。あとこちらがですね、いわゆるペグのジレンマというような概念なんですけれども、いわゆるこれってペグのデメリットみたいな感じの話にもなるんですけれども、こちらのオレンジがですね、胃ろうしなかった場合で、青が胃ろうを増設した場合の QOL なんですけども、胃ろうを増設しなかった場合は QOL が高い状態、いわゆる保たれている状態は、比較的短くて、かつ QOL がこう低い状態の短いような感じでこう寿命を迎えるというような感じになるんですけども、一方でこう胃ろうを増設すると意思疎通だったりとか経口摂取が可能なレベルが赤の点線なんですけど、QOL がいわゆる高い状態も長く続くんですけれども、一方でこのラインをこう超えてしまった時に機能的な依存性も高まってしまっているとか、 QOL が低い状態も合わせて長く続いてしまう可能性があることがこう考えられていますので、まあいい時期も長く続くんですけど、そうじゃない時期も長く続く可能性があるというようなことをこうよく考えて、まあ胃ろう増設の方を提案したりとか、チームで考える時にこの辺もすごく参考になるところだというふうに思います。でこちらもアンケート調査の中で、経腸栄養ですね、リハ患者に経腸栄養を行うことに抵抗があるかというふうな、調査に対して、まあ全職種の、回答結果だと 31.2% が経腸栄養を行うことにならか抵抗があるというふうに回答されました。この背景になるのって一体どんなことなのかなということを考えた時に、やっぱり急性期は比較的前向きに導入ができる、終末期はそうじゃない、その中間だから皆さん悩まれているんだろうというふうに感じました。ということで、ここからはですね、血中がかわいそうっていうふうな、なんかイメージがあったりなんかするかと思いますけど、まあ、それというのはやっぱりこう延命につながってしまったりとかですね、まあ、そういったイメージもあるかと思いますけれども、まあ、この大元というか、なんでこういった感じで血中がイコールかわいそう、ペグはなんかかわいそうみたいなイメージがついちゃったかというとですね、多分この2012年あたりから始まったペグバッシングというものがすごく大きなところだったのかなというふうに思います。あとはそれと合わせるような形で、同時期にですね診療報酬の減額なんかもあったので、このあたりがそのペグイコールかわいそうみたいな、ペグイコール延命みたいなですね、なんかそういったことにつながってしまってるんじゃないかというふうに言われています。いわゆるこのペグバッシングのそもそもの原因というのは、その NHK だったりとか、あとは新聞だったりとか、いわゆるマスメディアの、ミスリードみたいなところが大きく影響しているんじゃないかというふうに思っていて、それが患者さんだったりとか、患者さんの家族、あとは医療従事者までもが、そのペグバッシングの結果、そのペグイコール悪者だみたいな、なんかそういったイメージがついちゃってるのが、すごくこう、よろしくないような状況だというふうに思います。経腸炎って本当にかわいそうなんでしょう。で、私的にはですね、脳卒中の患者さんだったりとか、改善が見込めるものに対してしっかり栄養投与しなくて、もしくはその議論すらせずにですね、改善の機会が与えられることなく、ゆっくりこう衰弱させてしまうような、こういった考え方というか、こういった考え方自体がかわいそうだとすごく思います。で、こういった加根先生の報告もありまして、胃ろうバッシングによって、本来、人工栄養ですね。人工栄養の適用として、ペグが選択されるべき、事例に対しても、正しい選択がなされずですね、ペグ本来の目的である栄養状態改善によって、全身の状態を回復して、再び経口摂取を目指すというような機会が与えられることがないまま、結構これ、はっきり書いてますけど、尊厳死という名で、餓死させられているような惨状には目を覆うばかりであるというふうに書いています。またですね、やっぱり、いい適用というのはしっかりガイドライン上でも示されていますので、脳卒中だったりとか、こういった疾患の患者さんには、この医学的にそのペグが有用だと判断されたらば、しっかり前向きに考えていくような姿
要もあるんじゃないかと思っております。また同じその論文の中でペグをいわゆる公と罪ですね、考えて罪、罪との判断によってペグを選択しないことは傾聴炎によってこう全身状態が改善する可能性そのものを奪ってしまうことになるというふうにも言っております。で、まあ、また別のやつではですね、ペグの増設件数はそのペグバッシング以降、まあ、着実に減少していて、逆にその警備官ですとかピックの増設件数が増えている現状があります。でそのペグバッシングのために本来ペグの、まあ、恩恵に預かるべき患者さんがそのペグを受けられないということ自体が最大の不幸だというふうに言っておりました。その通りだと思います。また別のやつではですね、ペグに関する正しい知識や理解が不十分なまま、そのいわゆる負のイメージとか感情的にペグを拒絶してしまう、いわゆるペグアレルギーみたいなものを解消する課題が残っているというふうに言われています。ですのでこれは一般市民もそうですけれども、我々医療従事者にですね、十分なこの辺の啓蒙活動というものが引き続き必要な部分じゃないかなというふうに思います。こちらの中では経口摂取を、まあ、限界まで頑張っていわゆる最終手段として胃ろうになるようなケースがまだ多いと、でそんな考え方がまだ根強いというふうに言われていますので、まあ、この辺もこうすごく考えさせられるというか、実際、まあ、最終手段として胃ろうが行われるケースはすごく多いと思いますので、やはりその背景にあるのはと我々医療者の潜在的な意識だったりとか、その元を正すとやっぱりそのペグバッシングが影響でこういった感じになっているというふうに思います。で次にこれなんですけど、まあ、重要なのはですね、アドバンスケアプランニングということで、まあ、アドバンスケアプランニングというのは今後の治療のあり方について、まあ、患者さんや家族とあとは医療者がこうあらかじめこう話し合うというふうな、まあ、自発的なプロセスのことを指していて、まあ、患者さんの意思決定をこう支援するようなプロセスの一つであって、簡単に言うと積極的な治療をするか、またはこう最後まで自然な形でいくのかというようなことの、まあ、考え方になるんですけども、まあ、医療者側がいわゆる食べさせることにこう執着しちゃって、まあ、不十分な摂取量のものを経口摂取を頑張せるんじゃなくて、アドバンスケアプランニングを含む今後の目標ですね、あとは退院後の生活なんかをしっかり考慮した上で、ペグを早めに導入することが機能改善につながるとこの報告の中では言われております。なんでこのアドバンスケアプランニングというのはすごく大事なポイントなんじゃないかと個人的には思っております。でいつも悩むポイントも一つあるんですけども、ペグ増設が検討されるような高齢者の多くはやっぱり自らの意思決定をすることが困難な場合がすごく多いです。そういった場合に、まあ、医学的にこうペグが推奨されるとなった場合は代理者として、まあ、家族がその意思決定をすることが多いんですけども、まあ、やっぱり実は患者さんは望んでいたんじゃないかな、逆の場合もありますけども、すごくこの辺については悩むことが非常に多いですね。ということでこちらの静脈血中学会の雑誌なんですけども、私これ穴が開こうと見ました。実際、まあ、今示した数々の論文の中もこの中に書いてあるものもありますので、ぜひ皆さんこのペグの導入とか傾聴炎の導入を考えるときに、まあ、もしこれを持っている方がいらっしゃいましたらば、ぜひ見てみていただきたいと思います。J ステージかなんかのサイトでも読めますので、ぜひ、まあ、興味がある方は、考えたいというような方はですね、ぜひ見てみていただけたらと思います。傾聴炎を導入する際にこう参考にするものとしてはこういったものがあります。日本老年医学会から出てるですね、高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドラインというものがありますので、こちらの方を少し、示していきたいと思います。まあ、そのプロセスの重要なところとしては、傾聴炎を導入するかどうかというふうに考えたときにですね、まあ、一つ QOL の改善が見込めるかどうかというのが一つのポイントになります。またその傾聴栄養やその他の人工栄養投与がですね、より良いその患者さんや家族の、より良い人生につながるのかというようなところも非常に重要なポイントかというふうに思います。でさらにもう一つですね、栄養投与の中止や、まあ、減量というものもその経過の中で考えていてもいいよというような形でこのガイドラインの中では言われております。でこの同じくガイドラインから抜粋したものですけれども、本人や家族のこう選択に関して悩んだりとか揺れ動くことは当然であるというふうなことも書いてありますし、まあ、一定の決定をするにですね至ったとしても、
まあ、その決定というのはそれで終わりとは限りませんということで、本人や家族が一旦こう達した決定に縛られないようにですね、我々医療者は配慮して関わる必要があるというようなことが書かれておりました。でこの辺にもこう参考にしながらですね、まあ、適切な形状への導入を考えていくのが大変重要だというふうに思います。で続いて、手縫いに対する認識ということで、医療従事者と、あとは患者さん、あとは家族を対象としたアンケート調査の結果なんですけれども、医療増設後、医療が負担と感じると回答した方っていうのは、医療従事者で大体 70%、66% とありますけど、患者さんや家族は意外とそれよりも少なくて、そんなに医療に関しては負担と思ってらっしゃらないという方々が多かったようですね。あとは医療増設後の満足度を見てみると、医療従事者は結構低いんですけども、患者さんや家族はそれに対して結構高かったというような研究結果もあります。そして手縫い増設後のですね、満足度に関する、因子についての調査結果なんですけども、まあ、患者さんの家族を対象としたものでして、でもその満足度に関連していた因子としては、増設前にですね、手縫いの長所や短所の説明があるかどうか、あとは医師以外の職種からも説明があったかどうか、あとは自宅単位できていたかどうか、あとは増設後3年以上生存していたかどうかというものが、まあ、手縫いの満足度にこう関連していたというふうに言われておりまして、まあ、この中でこの医師以外の職種からもですね、説明があるというようなところがすごく大事なポイントだろうというふうに思います。で、この、まあ、患者さんに関わったりとか、患者さんの家族とこうお話をする上で、ちょっと知っておいてもいいかなというふうなところなんですけれども、まあ、手縫い増設後の生存率っていうのは、1ヶ月、6ヶ月、1年、2年とありまして、まあ、大体2年で、約 52% ぐらいは、生存しているというふうな頭でこう説明したりというか、手縫いの導入を考えていくのもいいかなと思います。で、まあ、本邦のその手縫いの、生存率は、その欧米に比較して著しく良好だと言われていますので、まあ、管理もしっかりなされるので、生存率1つ2年 52% というものは知っておいて損ないかなというふうに思います。で、あと年齢に関しましては、85歳以上と85歳未満、もしくは90歳以上と90歳未満で、その生存率に差がなかったというふうな形で報告もあるので、この辺も、まあ、高齢者の医療増設を検討する上では、一つ参考になるような研究結果かなというふうに思います。ということで、管理栄養士の心構えとしては、まあ、ペグを提案して終了ということではなくて、やはりペグを使いこなしていくような姿勢が非常に重要だと思います。まあ、そのためには、まあ、正しい知識、まあ、知識だけではなくて、その正しい認識を持って、多職種や患者さんの家族と十分共有することが大事です。メリットやデメリットを分かりやすく患者さん、家族に伝えるということも合わせて重要だというふうに考えています。なので、まあ、これまで結構と述べてきましたけれども、手縫いバッシングというものは、まあ、本来一過性であるべきものだと個人的には思ってますので、この言っちゃえばこう負の遺産みたいなものをですね、今後に引き継がないように、我々管理栄養士もしっかりこの辺のことを考えて、多職種だったり、主治医だったりとか、あとは患者さん、家族にしっかりこの辺の、医学的な有効性というものをしっかり示していけるようにですね、していくことも重要なんじゃないかというふうに思っております。